皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1993年公開の、ハリコミクラス、現代、アナザーステイクアウト。監督はジョン・バダム。脚本はジム・カウフ。主な出演は、リチャード・ドレイファス、エミリオ・エステベス、ロージー・オドネル、など。シアトル市警の刑事クリストギルは、組織犯罪の目撃証人ルーの探索の応援を命じられる。張り込み捜査には女性検事補ギャレットも加わり、シアトル沖のベインブリッジ島にある、判事の高級別荘が使われることになった。というストーリー。前回同様の間抜けな張り込みで、それなりに笑わせてくれるシリーズ第2作。仲間にジーナが加わったことでドタバタ度が増し、ロージー・オドネルはそれなりに面白いものの、その分最大の魅力のはずの、クリスとビルのコンビの影が薄まってしまっている。さらに前作の魅力の一つだったマデリーン・ストウルは、ワンポイントでしか出演しないのが残念。そしてラストがあまりにあっけなく、なんだか尻すぼみな印象。ということで、評価は。Thumbs up.